準決勝ゴウジ D サイドにはご覧の戦い終えたピーター・アーツがセコンドには入りました。谷川さん、はい、アーツの予想通りまずはこの準決勝までは来ました。そうですね、まあ、本当にあの今年期待のまた、ね、選手の一人になるんじゃないかというなんか予感がしますよね。対するは韓国の期待を一身に背負う韓国の柔道王キム・ミンス。さあ、目つきも鋭いですよね、ムラッド。最後の砦か、それともアーツが送り込んだ新しい星か。ラーゴー、アジアグランプリ準決勝が始まります。ピーター・アーツが送り込んだ、スリップでスリップ、いや一瞬顔面を捉えたかに思いましたが、いや思わぬ形でノリカさん、はい、試合が始まっていきますね。大したもんですね、キム・ミンス。右ストレート、あっと怒りをぶつけるかのようにブラッド・ブージディも攻め続けていこうという体勢です。あ、キム・ミンスがこれ準々決勝たまってがローキック、ローキックワンツーからのローキックです。身体能力高いですからね。戦い方を変えてきたというキム・ミンス、両の膝そして足首にもがっちりとテーピングが巻かれています。キム・ミンス下がっては、いいロキックですね、下がっては苦しいキム・ミンス。もうこの8人のグランプリ残された韓国人ファイターはこのキム・ミンス1人です。第1ラウンドの序盤のこの左のフック、ね、惜しかったですね。ダウン取ってもいい感じの、はい、テンブルを捉えましたけれども、はい、結果これは、まあ、その前に蹴りに行った時のこう、はい、合わせ技だったんですね。まあ、微妙なところですね、はい、ただこの、まあ、聞いてはいないと思いますけど、タイミングが合いましたからね。キム・ミンスが前に出てくる時の圧力、一方ボウジディが谷川さん、はい、このローキックですね。そうですね、まあね、このローキックが後半の高いハイキックにつながってくるんですよね。あ、なるほど、下に意識を集中させおいての右のハイで仕留めるか。さあこれから第2ラウンドです。アジアグランプリ準決勝はこれから第2ラウンド組みついての膝ブランドボージディです。キム・ミンスとするとローをもらわないためには距離を詰めていかなければなりません。そうね、まあ、パンチでね、前に前に出ることが重要だと思いますけどね。第1ラウンドを終えた後、青コーナーに戻るとき、キム・ミンスはもうあからさまに足を引きずっていました。それだけダメージは溜まっている右の範囲。そしてこの後、谷川さんご指摘、ローキックの後のハイキック、はい、そうですね、狙ってると思いますね、これが K-1 デビューの大会です。あー、いいね、ローが効いています。思わず下がった、下がりましたね。左右のフック、右ストレート、ブラッド・ボージディが主導権を握っていく第2ラウンド。右右、キム・ミンスの汗が飛び散ってここはクリンチで逃れます。竹下さん、はい、どうぞ。あのボージディのね、そばで見ているピーター・アーツ、もっといろんな技持ってるんだから一個一個出せばいいのにっていうようなね、雰囲気です。チームアーツの一員です、ブラッド・ボージディ。一方キム・ミンスの方はワンツー、ジャブからワンツーワンツーで攻めようというような指示です。はい、ピーター・アーツが送り込んだ新しい星、オランダからまた一人強敵がこの K-1 戦線に殴り込んでいきました。この右のローキックかなり効いてますね。キム・ミンスは厳しい膝、あとは多彩な技、アーツから指示が飛んでいる多彩な技を出し、そして東原さん、はい、とにかくこの強気のボージディ、はい、どんな技を出すかね。そうなんですよね、でも取材してみて2人とも本当に根性のある選手、ダウンを取った、ダウンを取ります。ローキックが効きました。キム・ミンスが溜まってしまったローキックのダウン、ファイティングポーズを、今の限界とかも来てるでしょうね。うわ、ギリギリ転換とギリギリ、さあどんな戦いでも私はいつも心で戦う、そう語ったキム・ミンス。根性ありますよ、キム・ミンス選手は。ここは韓国ソウル、自らの母国、気持ちが折れるのか。ローは攻めていく、ローを返した、キム・ミンス、さあ気持ちでぶつかる。いや、東原さん、ここの両者の気持ちですね。もっと心が折れた方が負けてしまいそうな感じですね。はい、共に気持ちを前面に出して、心と心、残された韓国最後の砦、キム・ミンス。
第2ラウンドにダウンを奪われての迎えた第3ラウンド、最後の3分間を迎えています。このローキックです。一方、20世紀最強のフォークン、ピーター・アーツが送り込んだムエタイの刺客、オランダの新しい星、ムラッド・ボウジディ。ダウンでしょ、これは。決まりす、すごい逆転の一打。カウンター合いましたね。立ち上がったムラッド・ボウジディ。これでダウンは互いに一つずつ。さあ、1人に1つ決まりす。すごいですね、これは。いやー、のりかさん、わかりませんね。ローが効いているキムミンス。第3ラウンドダウンを奪われて、アーツサイドも慌てている。そしてこのオリンピック第1回は韓国のキムミンスコール。接近戦、そして逆転のチャンスを迎えている。さあ、果たしてこの3ラウンド9分間、決着はついたのか。共にダウンは一つずつ。決勝戦へと進めるのはただ一人。判定が下ります。トークチェインだ。決着がつかず、準決勝、決戦の延長戦です。これね、民族のね、精神力というか誇りというかすごいものですよね。そうですね。竹下さん、両者のね、セコンド対照的でしたね。アーツはね、もうロー打てば倒れるんだからってもう叫んでいるだけで、一方の韓国サイドは非常に静かに何か見守るだけで送り出しましたよ。あ、やっぱり軽いロールも効いてしまうという。今特にタイミングが良かったですね。はい、フォアからミドルを放ちます。ボージディ飛び込む、そしてローキック。手こずってますよね。そうですね。このガムシャラに前に出るスタイル、どうすればいいのか。ボージディ、またちらっと赤コーナーサイドを見つめました。距離を詰める、左右のフック。なんとか膝を返すのが精一杯です。勢いがすごいですよね、体のパワーと、キの完全にボウジディが自分の戦いができません、消している、消しているのは気迫。さあ、残り手元の時計30秒になりました。また飛び込んでいく、セイルクローキック、強いのをもらいましたが、キムミンス、かろうじて立っています。かろうじてリング上、日本が8で踏ん張って踏みとどまっているキム・ミンス。16分時間ないですね。 K-1 デビュー、開幕戦に向かう、すごい気迫ですね。おー、パンチをしてたでしょ。歓声に包まれて試合終了のゴング。勝利を確信したのはキム・ミンスか、それともボウジディか。判定結果を말씀드리겠습니다。審判3対4、チョノニャンチロ。判定3対0。ブルーコーナー、キム・ミンス先制。勝ったのはキム・ミンス。大歓声が伝える韓国最後の砦。すごいですね。ものすごい歓声です。オーバークラスですね、これも。ものすごい興奮です。韓国の柔道、韓国スポーツ界のエリート。グランプリ8人の中、最後の砦となったキム・ミンスが、ピーター・アーツが送り込んだ刺客、21歳の若き新星ブラッド・ボウジディを下し、決勝戦進出です。延長戦の末、 K-1 初挑戦のキム・ミンスが見事にトーナメント決勝進出。地元のファンから熱いエールが送られる。はい、どうもありがとうございました。足は大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫。大丈夫です。次決勝戦ですね。はい、大丈夫。
더 열심히 テクニックでは勝っていたものの、精神的な部分の弱さで敗北したボージディ。試合後、師匠であるアーツから厳しい指摘を受け、決勝進出のキム・ミンスは足へのダメージと合計7ラウンドを戦った疲労が蓄積されていた。